爺様だけ無強化ですね。戦闘エリアに侵入。どうも爺様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも爺様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。ようやくね、仕事、東京出張、新潟東京出張からね帰ってきてね、ようやくゲームができるという感じです。ホットスクランブル、ホットスクランブルガンダム、あ、中継行こうかがね、もらえたんでね、早速乗ってみています。これは3戦目ぐらいかな。うん、まあゼータガンダムにファンネルがついたって感じでね。あと挙動的にはね、ピコーンってキュベレがくっついてるような感じかな。うん、あ、キシャっていう照射と、なんだあと、4番あうん、支援してほしいところなんですけど、まあいいか。よいしょ。意外とだな。あ、割と低いですね。うん。ああ、厳しい。オーバーヒートしちゃった。あ、危ない、危ない。はい。700コストですね。うん、高級機体ですね。まあそりゃそうですね。厳しいな、これ。いたわ。うん、あ、弾ない、弾ない、死んだはい、吸収機ということでね、まあマップ全体を見る能力が、必要になるね。難しい仕事ですね。仕事っていうかね、難しい、はい、いい、機体になると思います。はい、時にはね、味方を助けに遠くから駆けつけたりね、隙を見てね、このようにすぐに中継に回る、あ、降りてきたとかね、いろいろしなければならないんでね。ふぅ、意外とこの照射が当たんないな。よし、厳しい。めっちゃ減るなこれ。でもまずいな。うん、誰も、うん、助けには来てくれなかったですね。うん、残念はい、ただ覚醒するとね、威力がすごく上がりましたね。あれかな、バイオセンサー、バイオセンサーやったっけ。バイオセンサーってちゃうか、 F91 か。なんだ、あのゼータのね、バイオセンサーだってこと、バイオコンピューター分かんなくなっちゃったみたいなのがついてるのかな。なんか、はい、威力が上がりましたね。さあ、あんまりうまく動かせてないですね。あとね、ファンネルがね、横押しながら、お、チャンス、えい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 、ほい、横押しながらね、攻撃ファンネル出すと、フィンファンネルのようなもので、何も押さずに動かすと、フィンと、キュベレのね、シュッってやつですね。で、後ろに引きながら、はい、動かすというか、照射すると、ゲロビになるというね、すごい機体ですね。でメインはね、普通のビームライフルと、後ろに引きながらね、撃つとですね、ニューガンダムのね、一発よろけの高出力ビームライフルになりますね。背面がランチャーみたいな感じでかっこいいです。よし、行け。ほい、どうした、どうした、足んねえなこれ。上取ってるのに当たんないですね。意地で打ちましたけどね、当たんないですね。よし、これはチャンス。あ、出てきた。あ、ゲロビア使ったのに間違えたはい、ゲロビア打ちたかったんですけどね。
まあ3戦目にして1回勝てて良かったですね。おお、勝ちポーズなんか赤いな。ということでね、非常に難しい機体だけども楽しい機体ですね。うん、極めればかなり活躍できるんじゃないでしょうか。ただ緊急回避とかがないんでね、まあ普段緊急回避とかの機体乗ってる方はすごく難しく感じると思います。はい、ビームライフルとバルカンを使いこなして活躍してください。実様はもう乗りません。はい、ゼータでいいな。うん、はい、ということでね、まあまあ選挙もしながらうまいこと戦えたのかな。うん、久々だったんでね、すごくね勘を取り戻すのに時間がかかりそうな感じがします。はい、ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。